どうもこんにちは。お疲れ様です。あの、訪問販売なんですけども、まあ、私の場合はですね、一戸建てばっかり行くんですよ。で、一戸建てって、その住んでる人の状況がよく出てるんですよね。で、大、え、体、ー、フィルタリングかけるときに、一人暮らしの、まあ、高齢者の方のお宅に行くようにしてるんですよ。それなんでかっていうと、老人を狙い撃ちにしてるっていうよりも、在宅率が低い。 人のところ行ってもしょうがないんですよ。だから、マンションとか行って大抵友働きでいないんですよね。会えなければしょうがないんで、だから、まあ、お家にいらっしゃることが前提なんですよね。その次なんで一人暮らしを狙うかっていうと、<laughs> 狙うって言ったらまた詐欺師みたいですけども、二人いると意見が分かれるんですよ。ですんで、一人しかいないところは、その人が決定すれば終わりなんでね。あとは、訪問して気に入られるかどうかなんですよ。プラス、付け加えるとすると、普段一人で暮らしてらっしゃる方って、 他社の訪問に飢えてるんですよね。だから、あの、勧誘活動とかでも何でも目的がはっきり分かっていれば話を聞いてくれるんですよ。で、金額に無理がなければ大抵は購入するんですよ。プラスアルファ、自分にメリットがあるなってことを正確に伝えればいいんですよね。で、私の場合の訪問販売っていうのは、まあ、主にはその電気温水器っていうやつを扱っていたんですけどもね。電気温水器っていうのは深夜電力でお湯沸かす機械なんですけども、 あれをそろそろメンテナンスした方がいいですよっておすすめだったんですけどもそのメンテナンスは有料なんですけどもあの業者にお願いしてやってくださいねってことはその説明書とかに書いてあるんですよねですんでその電気温水器の説明書を場合によっては持参してここに書いてあるんであのちょっと見回りに来てるんですとでえっ、ー、と販売店さんが多分進めてきてないと思いますから私たちみたいな あの別の会社が来てるんですけどもこの辺りで一回清掃やってきませんかと多分十数年使ってて一回もされたことないんじゃないですかっていうふうに聞くとあ「確かにやったことないですね」ってで買い替えるようになっても高いですから今回手入れをさせてもらった方がいいと思うんですけどもで,で金額も2 4,000でそんな無理ないと思うんですけどどうでしょうかってお話をすると「いやそうだね今回来てもらったんでやってもらおうかしら」ってなるんでで作業時間は2時間なんで2時間ずっと作業しながらそのお家の奥さんかご主人と。 仲良くお話をするという感じですよね、まあ、そういう風にしていくことによって、えーまあ、今回私はたまたまあ、電気温水器が入り口だったんですけども別に網戸でもよかったり庭の清掃でもよかったり屋根のね、えー、メンテナンスだったりとかあと倉庫のなんか片づけが途中だったら「あのまあ、こんにちは」って行く前に分かるんですよね「ああこれ作業が途中になってるわ」と「じゃこれを手伝いに行こうかな」みたいな感じで「住宅設備の会社ですけど」とか。 建築廃棄業ですみたいな感じで、えー、いろんな業者を名乗っていくわけなんですよねで結局満足度が高ければそれに見合った費用かそれ以上のお金を払ってくれるっていうのがずっと続いたんですよねで逆に言うと私はその満足度すごく高かったんで紹介もいろいろいただいた場合もありますしねで地域にすごく信頼されてたんでこういう仕事って誰がやんないんだなと思いましたねつまりは売り手側の主張ばかりでお金を払う人の事情にもうちょっと寄り添っていけばいいんじゃないかなと思ってたんですよね 訪問販売は結構うまくいったんですけどこっちであのお客さんを設定できるんでただ来店型のやつっていうのは傍若無人な人が来る可能性もあるんであんまりね良くなかったかな特にあの麻雀店っていうのはうん全体的に質の悪い人が来るんですよ麻雀やる人って暇じゃないですかで麻雀なんかにお金使っちゃう人なんですよ時間とかね で真面目な人ってそんなことやってる暇がないんでちゃんと仕事したり勉強したりとかあの家族とか恋人との関係をすごく大事にするんですけどもまあちゃんと来る人ってのはねちょっとまあ落ちこぼれた人とかが多かったですねまあそうじゃないとやっていけないんですけど娯楽業なんて娯楽って基本的にはちょっとこうドロップアウトした人を癒す場所ですからねまあでもその中でも、うん、私なりにこういい人を選んでやっていったかなっていうところありますけども結局店が潰れるってことはいい人はいなかったっていうか。 大多数は私利私欲のねなんかこう暇つぶしの人だったんだろうなと思いましたねまあ見事に私もね暇どころか私の会社がまあ潰れましたってオチでございました。